皆さんこんにちは、お風呂女子です。私は YouTube で私の YouTube チャンネルでは日本の温泉、私のチャンネルではね、こういろんなね温泉に行ったりとかをして、温泉女子のようなことを今はねメインでやっているんですけれども、もともとはね、お風呂女子という名前で、自宅のねお風呂で頭のぶっ飛んだね面白い企画などねいろいろやっておりましたが、 YouTube さんにね削除されてしまったりとかもね多くて、今はねほとんど YouTube には残っておりません。残念です。素晴らしい動画なのに。そんな動画はですね YouTube ではなく、私のね、ファンクラブの方には限定でね公開をしているんですけれども、そちらの方は有料で公開をさせていただいております。もうなぜなら YouTube が収益化できていないからです。もうどれぐらいね再生回数が回ってね登録者がいてね、コテノちゃんこんなに再生数回ったらどんだけの広告収益が入ってるのって思われるかもしれませんが、一切入っておりません。0円でございます。いくら回ろうが100万回行こうが1000万回行こうが2000万回行こうがね0円でございます。そのためね、皆さんにねファンクラブで応援していただき、ご支援していただきね、今の活動を続けているわけでございますが、以前ねから応援してくださってる方はね、昔やってたような自宅でのお風呂の動画をもっと見たいんだっていうコメントもね多数ありましてね、もっとやっていかねばならないと思い、昔やっていた、ラッシュっていうね入浴剤とかお風呂関係のものが売っている用品が私好きで、ね、それをよくお風呂でやっていたんですけれども、結構買い溜めておりまして使ってないものがたくさんあるんです。いろんなねバスボム入浴剤がありまして、ラッシュさんでね購入させていただきました。こちらの商品がねもうコラボ商品がメインなんですけれども、こっちねこれがミュータントタートルズ、これね昔のね映画でなんかこういろいろとね新しいやつもあったりしますが、一番古い1990年代の映画もねもちろん見ましたのでね、こちらこのカメさんとカメさんの大好きなピザでございます。これはねなんかこう体を洗うスクラブ的なやつで、夏乾燥しやすいので、こちらねスイカの形をした石鹸、そしてもうこちらねマイクラコラボのラッシュのシナジナでございます。こちらもね以前オンラインストアで購入しました。めちゃくちゃでかい泡風呂の塊バブルバーというものです。そしてこのねマイクラ商品もう全部可愛いんだけど、1,2,3,4,5,6,7、あれ足りない、マイクラコラボ商品足りないんだけど、ちょっともう買ってくれよ。私も足りてないよこれ。足りてないラッシュも購入してきました。リリリリン、あーうおーすっごい、ツルハシ、うわ見てでっか、めちゃくちゃでかいバスボムです。じゃじゃん、めっちゃいい香りする。これもバスボムです。これで追加のマイクラ商品が3つ。こちらのね、
でっかいバスボム1個3000円します。もうものすごく高い。もうこれ1回とかしたらもうこれ3000円これ3000円でもう6000円がお風呂に溶けるということですか。めっちゃ高いですよね。買いすぎじゃない？めっちゃ買ってるよね。皆さんもね、うわこれが気になるっていうのもあると思いますがね、全部はねあのやりません。1個だけですよ今は。残りのやつはねあのファンクラブで公開します。有料で公開しますがね、ぜひ見てほしいです。このでっかいねバブルバーの泡風呂とかすっごいことになりそうだからね。個人的にはこれもめっちゃ気になるんですけれども、まあ一番気になるのを一番最初にやるのはもったいないので、今日買ってきた3000円のバスボムをお風呂に入れてくるよ。行くぞ。こちらがね自宅のお風呂でございます。ケロリのねこのしわくちゃなねのれんがかかっているんですけれども、では着替えて脱いで入っていきます。あ、今日はねこの手拭いで入りますからね。これもファンクラブとかでさあの紹介まだ出してないか、まだ出してないわね、あのやると思うんですけれどもね、最近こういう手拭いを集めてねこれをつけて温泉とかお風呂に入るっていうのをやってます。めっちゃ可愛いよね。よし、めっちゃ東京暑くて汗だくでした。よいしょ。はい、OK です。では行きましょう。よいしょ。このピンクの不思議な形をしたこちらのバスボム、これマイクラとのコラボ商品なんですけど、まあ、マイクラというのはねマインクラフトっていうゲームなんですけども、皆さんご存知でしょうか。これが、ウーパールーパーのスポーンエッグだそうです。ウーパールーパーの卵ということですね。ウーパールーパーってこんな卵から生まれるのでしょうか。あ、バニラ果実エキスとか入ってるからこうすっごい甘い香り。ではウーパールーパーのスポンエッグを投入。いけ、緊張する。めっちゃ可愛い。可愛いピンク色のお風呂に早変わりだね。いつもこういうラッシュのバスボムやるときは事前にホームページとか見て、どんなものなのかとかどんなものが入っているのかとかなぜ作られたのかとかいろいろ調べてからやりますが、今日普通に買いに行ってそのまま入れてるのでこの情報を何も得ておりません。大きいから何かしら仕掛けはあると思うんだけど、まだ何も分かってないです。めっちゃ手はピンクになる。沈めてみようか。いくよ。ぶちゃん。重い。ものによってはさ、沈めるとこう浮いてきたりもするけどさ、これもう浮いてこない。あ、なんかフェアリーキャンディーみたいなやつに似てるかも。フェアリーキャンディーってね、あのラッシュで毎年冬にね、冬限定で出る。こういちごミルクみたいなね、こうバニラみたいな香りのね、なんか特別なねシリーズが出るんですけど、それに似てる。あれ？なんかいる？もうちょっと溶かしたらね、多分生まれると思う。いくよ。お？おおよよよ？これがウーパールーパーだね。何かしらね秘密はあると思ってたの。いや、こういうね
あのラッシュの3000円以上するものとか、ある程度こう大きめなね形のものとかはね、中に秘密が隠されてたりするんですけども、今回はこのウーパールーパーのスポーンエッグの中、ウーパールーパーの形をした石鹸が入っている、多分石鹸だよねこれね、石鹸が入っております。ほら、ウーパールーパーだ、かわいいね。これもね、なんか不思議、ゴムみたいな、なんか不思議な香りがします。もう石鹸だから普通にこうやってさ、水つけてこうやってすれば、ほら泡立ってきた、ほらほら、こうやって使うこともできる、一石二鳥な商品ですよ。ラッシュもね、こういうあの石鹸類とかもね、様々あります。あの今回ね、あの最初の方で紹介したスイカの形をしたね、あれめちゃくちゃスイカの香りがする、もうスイカバーみたいな香りがするんですけども、あれもね、YouTube ではやりませんが、まあ、ファンクラブの方でやろうと思いますので、楽しみにしていてください。 YouTube でもね、いろんな動画を出してるんですけども、 YouTube さん結構厳しいので、まあ、こういったねタオルとかで隠していますが、まあ、基本ねお風呂とかってあのこう服を着たりしないじゃないですか。他の YouTuber さんみたいにこう服を着てやることがなく、入浴が多いのでね、どうしてもタオルで隠したり、もうモザイクになってしまうところもね多々あるんですけれどもね、まあ、そういうシーンって YouTube の方ではあんまり長く使えなくて、まあ、そのためファンクラブの方ではね、入浴のシーンとか私が伝えたいところとかもね、長く長くね皆様にお伝えしております。ファンクラブの方がね、めっちゃ長尺の動画とかも出してるから、1本の動画が50分あったりとか、もう本当にもう長く長く楽しみたいという方もね、いい動画が見れると思う。そして、こういうボディスクラブとかさ、体を洗ったりするやつ、まあ、YouTube であったらさ、服を着てとかさ、もう本当にもう大変だから、やるのが。ファンクラブではもう本当に実際にね、こういうので体を洗ってみたり、もう実践してやりますから、実際使ったね、生の声が聞けると思ってください。今月からね、残りの、バスボムとかも、ファンクラブ同胞で、続々とやります。ちっちゃいやつとかは本当にもうなんか大したことないものもあるかもしれないけど、でもね、見てみたいと思うでしょ？今日入れたね、3000円のバスボムを見て、めっちゃピンクになったでしょ。すっごい濃いね。これが3000円の威力です。まだね、3000円のもの残っているし、ミュータントタートルズのあのでかいやつも、それなりに高級なものだったので、あれもやるの楽しみだね。ファンクラブのことばっか言ってるけど、まあ、YouTube でもね、面白いの出すからね。昔よくやっていたローションフローとかもね、YouTube でも出したいわけよ。で、ここにもね、あると思うんだけどね、ローションでね、こうローションでね、こういったね、アイテムを使って、お風呂でぬる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 した保湿抜群なね、お風呂作ったりとか、こういうね、面白いエンタメお風呂も YouTube で、まあ、出せるものは出していきたい。まあ、ものによりけりだが、ね、そういったものもね、楽しみにしながら、私の YouTube 見てほしい。ということでね、ファンクラブでこれからどしどし公開していきますよ。バスボムもそうだし、ローションとかもね、やばいのたくさん仕入れておりますのでね、それを続々とやって公開していきたいと思います。楽しみにしていてください。これからもよろしくね。バイバイ。